国広陽子の今夜もシネマ今回は日本映画作品大辞典の映画評論家山根貞夫さんのインタビューをお送りいたします、えー、今夜もシネマ今夜のお客様は山根貞夫さんです山根さんよろしくお願いいたします,しします実は日本映画ペンクラブでペンクラブ賞をお取りになって本当はこの辞典こそが 賞に値するぜって言いたい。ここたた山根さん個人が一番最初に映画好きになったきっかけっていうのは何だっ。子供の時に、夏になるとですね。神社、うん、の境内がかなり広くて、えー、そこで。野外上映をやるんです。で、それで、夜。暗闇の中で。うん、映画を見て。あれ、今考えたら、絶対あれ。 シーツですよねスクリーンなんていう状態のもいんじゃないですよ。<laughs> だって風で揺れてんだもん。<laughs>